皆さん、こんにちは。楽しい天体観測の庭です。今日は PixInsight の画像処理について解説したいと思います。今日のテーマはデコンボリューションです。デコンボリューションというのはとってもパワフルなツールなんですけれども、一方でい,あのいろんなオプションがあったり、やり方もいっぱいあるので、うまくできたりできなかったりだと思います。私も最初はうまくいかなくて、最近いろいろですね、あの進化を遂げて、 でききるようになってきましたのので、ちょっとそのテククニックをご紹介したたいいと思います。ただこれはあの日々進化してますのであの私もですねなんで1年後にはまたもっと上手なやり方が出てくるかなと思います今日使う画像はあのケンタウス A の銀河を使いたいと思います私はあのモノクロカメラで撮影しているので通常デコンボリューションはモノクロイメージにかけているんですけども 今回はもうカラーの方が皆さん多いと思うのでカラーイメージについて書きたいと思いますデコンボリューションを書ける前にまずいくつか準備が必要です一つ目が L 画像の取り出しです いる像を取り出すためには、これ今 RGB イメージなんですけども、まず RGB の比率を1対1対1にしておく必要がありますので、このプロセスメニューのオールプロセスから RGB ワーキングスペースをやります。ここで RGB を1対1対1にして実行します。これあの、 人間の目に見えやすいようにするために R G、L 画像は G が比率高くなっているんですけども、えー、画像処理する場合、マスクなどで使う場合は1対1が便、1対,1対1が便利なので、ここで RGB ワーキングスペースで1対1対1を設定しておきます。次に L 画像の取り出しです。これはプロセスメニューのチャンネルのマネジメントからチャンネルエクストラクションを実行して、 CILAB で L をチェックして実行する。これで取り出すことができるんですけれども、もっと簡単に取り出すには、こちらのボタンを押します。そうすると一発で L 画像が取り出されました。ちなみにこちらのボタンがない方は、View メニューのツールバーから、このイメージをオンにしてください。 そうすると、こちら出てきます。このボタン、非常によく使えますので、ぜひ置いといてくださいで。この L 画像なんですが、まだストレッチされていませんので、ストレッチをしておきます。スクリーントランスファーファンクションで明るくしまして、これをヒストグラムの中に落として、 これをヒスト,トグラムの中に落として、で、これをこちらにドロップします。これで L 画像が取り出されました。2つ目にやることは、スターネットで星マスクの設定です。えー、じゃあ星マスクを作っています。この L 画像は残しておきたいので、まずこれに L って名前を付けまして、次にもう一つ、えー クローンでコピーをして、これで、スターレス。してじゃあこのスターレスというところにスターネットをかけたいと思います。スターネットは、プロセスメニューのマスクジェネレーションからスターネットを実行します。クリエイトスターマスクを押して実行します。 先ほどのスタート実行してから10分ぐらい経ちました。私の Mac ですとこれが時間かかっちゃいます。これが出来上がった画像です。あ、その前すいません。さっきからカー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 ですね、カラスが鳴いてて、つくつく帽子もつくつく帽子って言っててですね、あのちょっとあの音入っちゃってます。すいません。これあの、我が楽しい天体観測の YouTube 収録スタジオはですね、ダイニングテーブルも兼ねてまして、 まあ、そんなことになってます。まあ、これ、あの、1年もすると、おそらく、あの、50階建てぐらいの本社ビルが建つはずですので、その時には、あのかん、防音、完全防音でやりたいと思います。まあ、それはさておき、あの、見てみましょう。えー、いい感じにできてますかね。大丈夫そうですね。ちょっと、スター、星なし画像の方は、ちょっと微妙な感じですが、まあ、これ、あの、このまま使えませんで、これ、マスクに使うだけですので、まあ、大丈夫です。はい。これ これは二つ目の準備、スターネットの準備です。三つ目の準備がありまして、それはですね、スターマスクって、このまま使わずに星を大きくすることがあるんですよ。このプロセスメニューの、モーフォロジーから、モーフォロジカルトランスフォーメーション、MT という処理で、例えばここで、あの、えー、マキシマムにして、5にして、このボタンを押してって、 こんな感じに使うことあるんですねただこのままですと、ちょっとこれあの、星の画像がちょっとエッジが効きすぎちゃってしまっているんですね。なので、えー、合わせてコンボリューションというぼかし処理も入れます。こうですね。なのでこの モーフォロジカルトランスフォーメーションとコンボリューションというのはセットで使うことが多いので、一つにまとめておくと便利です。まず、モーフォロジカルトランスフォーメーションで、今回はキマクシマムにして5にして、この丸いボタンを押して、でアマウントを0.75ぐらいに調整しておきますで。これで三角ボタンを下に一旦置きます。それからコンボリューションの方はデフォルトままで結構ですので、デフォルトで三角下に置きます。 で次にプロセスメニューのオールプロセスから、えー、プロセスコンテナーというのがありますのでこれを起動します。でこちらに先に MT を入れて次にコンブリッーシュを入れますで。これでこ,れこの三角を下に置きますで。右クリックして名前を変えましょう。えー、セットアイコンアイデンティファーで,そうです、ね、星をでかくするのでメイク スターなんかこうビッグスターを作れみたいなディレクター感覚ですが、まあ、それはさておきこれで OK を押していきます。これで出来上がりですね。で、この2つのプロセスはいらないんで消します。で、これ、あの、こっちを消しますと。これ先ほどもう一度元に戻しますが、これチョコですね。あの、ここで MakeBigStar をホイって入れると、 こんな感じでちょっといい感じで大きくしながらぼかして作ってくれるんですね。このビッグメイクビッ s スターの,あの、これあの今回にかけらずしょっちゅう作るのを使うのでこういうのを作っておくと便利かと思います。じゃこれで、えー、スターマスクを置いてスターレスもここに置いてメイクビッ s スターも置いて L 画像も置いてこれでデコンボリューションの準備は完了です。 では次のプロセスは PSF というモデルを作ります。プロセスの、えー、ダイナミック PSF です。これはあのデコンボリューションの仕組みから考えたいんですけどもデコンボリューションの仕組みというのはもともと星というのはめっちゃ遠くにあるから点にしか見えないはずです。ところが まああの望遠鏡の性能の問題とか光学系の問題同じかそれから大気の状態いろんなことがあって点だったものがこうぼんやり丸くなるんですよねこのぼんやり丸くなるモデルというのを作ってやるとその関数を逆関数してやる逆関数かけてやると元の星に戻るんじゃないかこれがダイナミックピーごめんなさいデコンボリューションの仕組みです ポイントスプレッドファンクションというんですが、その点だったものが広がって、まあ、こう円にぼやけている関数です。で今回のこのあるケンダウルサ A の、えー、画像がどういう PSF 関数なのかというのをの分作っていくのがこのダイナミック PSF というプロセスです。めっちゃまたつくつくぼ止しないていますけども、気にしないでください。私は気にしてます。 で、えっと、ダイナクミック PSF をあの立ち上げましたら、星を選んでいきます。1個星選びますこんな感じでいりますね。で、まず A のところに注目していただきたいんですが、大体 A がですね、1になると飽和しちゃって、飽和するとよくないので、それ、いい感じの星を探す必要があります。私、いい感じの星は大零0.3から0.8ぐらいがいい感じの星と考えてまして、これはちょっと明るすぎですね。 もうちょっとこれぐらいかな。あ、これいい感じの星ですね。からこれ。これも0.7からいい感じでした。これは0.18だからちょっと暗いですかね。こんな感じで、えー、でもあんまり気にせずにポチポチと、えー、銀河の周り。これあの、デコンボレーションをかけたい位置の周りを選ぶのがいいと思います。周りの周りを選ぶのがいいと思います。 こんな形でどん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 選んでいきます。1点ぐらい点を選びました。大体あのこの銀河の周りの星を選んでいます。こんなところですかね。 ここで、まあ、どんどん選んでいるんで、適した星を選んでいくのを選択していきます。この下矢印のボタンを選びまして、まず、アンプリチュードというのを選択します。これは A ですね。A で、先ほど言ったように、0.3以上ぐらいがいいので、0.3、ちょっとまあ、何十、まあいいか。0.3ぐらい、あ、ちょ0.3ぐらいなので、 えー、ここまでを選択して消します。それから、えー、大きい方は1は大きすぎるので、えー、戻しましてやっぱり0.8ぐらいですね。これぐらい選んでまたこれこのボタンを消します。これは残った星がこんだけですね。それからもう一つですね、Mean Absolute Difference、これ外れ値の確認なんですけどそれを選択します。 そうすると、えーまあ、4.995のマイナス4乗から8のマイナス3乗で、まあ、えっと20倍ぐらい開きがあるんですかね。ですので、これもちょっと、えー、ここだけ4668といるので、まあ、この3つは削除しています。それから下を見てこれも778なので、じゃあこの7から8を削除しましょうか。そうすると、ま、あ 8.3のマイナス4乗から6.5のマイナス30なので、まあ、10倍以内の開きにあります。これ10倍以内がいいかわからないんですけど私はいつもそれぐらいしていますで。これを全部選んで、このカメラボタンを押すと星ができました。これが今選択した星のポイントスプレッドファンクションでできた星です。これが今回の画像の 最も標準的な製造ということになります。では、これを削除、これを消します。でこの PSF は大事に取っておきます。コンボリューションの本処に入っていきます。プロセスメニューからデコンボリューションを選びます。で先ほど作った PSF をまず設定します。 こうで,す、ねでえー、次に全部にかける時間か時間かってしまいますのでプレビューを作りますこれぐらいでプレビューを作りますでこれに対してデコンブレーションをかけていきますで一遍じゃ何も考えずにデフォルトのまま設定してみましょう こううなっちゃうわけですねあの星の周りがちょっと破綻しているのが、破綻というのはリンギングができるのが分かるかと思います。この星の周りに黒いポーズ、これはあの星が小さくなることで周りが落ち込むという現象ですね。これリンギングです。では、ここからもう少しですねいろいろ設定を変えていきたいと思います。まず最初にやりたいのは、えー、マスクの設定です。 マスクは先ほ,ど先ほど一番最初に作った L 画像をそのままマスクとして設定します。L 画像をマスクにします。これ今あの赤いところがマスクか,かっているところであの白いところが効果が出るところですね。これ何をしているかと言いますとデコンボリューションというのは あの明るいいところにかけたいんですねこの銀河の中心部分ですとか製造を小さくするとかにかけたいんで廃棄はいらないですですのであの明るさに応じてマスクを切るのがとてもいいですで銀河を丸々あのレンジマスクとかできついマスクを作ってもいいんですけれども L 画像を使いますとこういうところがなだらかに明るいところから暗いところになだらかに,らかに明るさが変化しますので よりですね、こういうとこが強くかかり、こういうとこが弱くかかるという、デコンブレーションが弱いところに強くかかり、弱い明るさのところに強くかかりますと、やっぱり変なことになっちゃいますので、明るさが弱いところは薄く弱くかかりたい、明るさが強いところは強くかかりたいというので、L 画像を設定します。これが一つ目です。ファンクション、機能として、このデリンリングというのを使います。 オンにしますで,でリンギンが2つありましてこのグローバルダークグローバルブライトというものとローカルサポートがありますでこのグローバルダークっていうのは先ほどの星の周りの黒い輪っかを取ってくれるんですがちょっとこれは副作用がありましてねあの会調がなだらかなもん例えばこれあの明るさが0から12345678910ってうこう自然なグラデーションで持ち上がったりするんですけどもここがですね 00510というふうになんかこう、なんだらかさが失われちゃうって副作用があります。これはあの、一見くっきりしてかっこよく見えるんですけれども、とっても人工的で、こういうデコンボリューションの副作用のまあ主なるものなんですよね。なんで、これちょっとグローバルダークが難しいので、今回ゼロにしてみます。一方、このローカルデリンギングというのがあって、ここはですね、 ここが星があるから気をつけてねっていう、そういう機能なんですよ。これ実際どう,どう保護してるか今研究中なんですが、ここで先ほどのスターマスクを選定します。スターマスクはこいつですね。この星画像。こいつを設定してみます。で、ここに星,星があるからあの気をつけてねっていうのが、あの、ローカル、まあ2回映しそうにね、<laughs> ですけどもえ、じゃあちょっと見てみますかね。 じゃあこれかけて実際かけてみましょう。よ。なんでよ,よっていうのかなこれね。うよくこらせとか言っちゃいますよね。画像処理重くねえっちゅうの。えー。んなことはどうでもいいんですけども。えー、さっきよりちょっとマシなんですけど、やっぱりまだ残ってます。こういうあのところは綺麗になってきてますけども、まだちょっとあの残っちゃってます。これあの、 星の大きさよりもマスクがこのローカルサポートの精度が小さいからこういうことが起きるんですよね。ここで先ほど作ったあのビッグスター、スターを作れ方があのビッグスターが登場します。こいつをここにホイッとかけるとまあビッグスターですね、なります。これであのこの部分をもうちょっと保護する場所を この保保護護する場所を大きく保護しますで、あのー、ちょっとこれだけでも元心もとないので、えー、ヒストグラムトランスフォーメーションで、えー、ちょっと爪画像を明るくします。明るすぎ、まあいいか明るいです。これぐらいでいきましょう。で、これでもう一回かけてみます。これ面白いのはあの、別にかけ直さなくても、スターマスクってみその場で見に行ってくれますので、 こっち、スターマスクを変更すれば、こっちも自動で変わります。あこれ、良くなったでしょこれ前、前。あの、リンギングなくなってますよね。ところが、まだまだ残っちゃうんですよ、この中心部が。これはですね、何が起きてるかと言いますと、これ端っこの方がいいですよね。でも中心に残っちゃうのは、 こいつのこの辺が暗いからなんですよ。これ同じところを見てみると、あの、ここら辺にほら星がポンポンと2つありますけど、こっち、多分このポンポンだと思うんですけどね、あのちょっと暗いんで、ほぼし損なってると。で、ここで考えたのが、このスターレス画像を使って、この部分だけ明るくしようという作戦です。これちょっともうちょっとこれ明るくしますね。 もうちょっとこの画像を明るくしてやって。これ本当はこんなところまでシャドウは普通できないんですけど、今回あのマスクに使うんで安心してやるという。で、これをあのこちらのスターマスクにかけます。そうすると、えー うん、こ,こ,ここだけに処理がかかりますね。で、ここでもう一度、えー、この、こ思い切り上げてみます。これ、こんなことになっちゃってますけど、まあ、あの気にせずに思い切り上げてみます。そうすると、この中心部、こいつがかなり出てきましたね。あの、前、あと。 心配だからもうちょくちょうちょくもうちょくいいちょいかいはいあのこれでやるともうかなり中心があの星が守られてるんでこれでもう一回やってみましょうじゃあ実行しますこれドキドキしますこれあのサクッとやっているようですけどさっきから実は10回ぐらい失敗してます 告白しますと、11回目の、まだダメですね。これ難しい、これ今結構後悔してます。あの、こんな画像にしてしまったことを、もうちょっとあの難易度低いのですけど、もうちょっともうちょっとはい。もう、もうおかわり。こうなると、どうですかね。 消えましたね。消えました。よかった。今日、永久にこれやってるかと思いました。ちょっとこの辺残ってますけども、これ、あの、縮小するとこんな感じなんで、むしろ、あの、星の周りになっていいんじゃないですかね。で、あの、ちゃんと、えー、デコンボリューションかかってるかと、やっぱか、この辺見ていただくと分かるんですけども、かかってますよね。はい。 じゃあこれで、えー、と設定終わりじゃあもうちょっとイタレーションを増やしてみます30これ通常私50ぐらいでやってるんですけどもあのこれこの画像五50でやると途中からエラーが出てしまってるので30にしていますこれのイタレーションの数はやっぱ多い方がよく効くんですけどもあの途中から赤いワーニングが出てしまってあの赤いワーニングよくないんですよね なんで30にしていますあこいつですね。25から出てますね。ちょっとじゃあ、元に戻すと、でもまあかかってありますね。じゃあこれ25にしましょう。二十。 はい、で、えー、とこれを元の全体の画像にかけます。 本もこ終わりますねあエラーは出ませんでした。ちょっとこれ、プレビューを取っ払っちゃって。これが Before After ですね。あのいい感じに勝ってると思います。Before After です。 ちょっとこの辺に星の影が出ますけど、これ多分後工程で処理していくうちに問題なくなってくるような気がしますって勝手に思ってます端っこの方も before, after ああいい感じですかね before, after before アフターこの大きさも、えー、少し小さくなってるようですね先ほどの L 画像を L 画像をあのマスクとして描きましたけどもそれは こう,いうあの中心の部分ではなくてこうちょっと淡い部分こういうところにと,とても有効なんです。あのー、淡い部分ってデコンンレーショ効きすすぎちゃうんですよ、あのー、なんだか白グレー白グレーだと思うのが白黒白黒って阪神タイガースをディスってるわけではないんですけど私は中日ドラムズファンなんですがあのこういう淡いところがですね あの半身体の白黄色、まあいいやあの、淡いところがこう描かかりすぎちゃうんですけどもこの L 画像をあのマスクすることでこうい明るいところはきっちりかけ淡いところは淡くかけってなります。ですからあのここら辺もちょっと見ていただくと分かるんですけどもあのこれもし L 画像かけないとこういういと茎って白い黒いあの穴が開いちゃうかなと思いますね。 こんな感じですはい今日はデコンボリューション見ていただきました。あのさっきも言いましたけども、あの <laughs> このデコンボリューションの動画を作るのに実は、えー、10 12回かさっき10回とかでいくら失敗しまして、今ちょっと見え、すいません、見え張りました。もうちょっと失敗してますあの。なんであの、何度も何度もトライアルなんですけども、トライするときに、やっぱこのスターレスじゃなくて、この星画像、 こいつすでにいいのかって問題はあります <laughs> これいいのかって問題ありますまあまあ聞いてるからいいか。あの、この星画像のローカルサポートをちゃんとあのや,やるって、これを何度も何度もあの変化、変化させるのがコツなのかなと思います。これあの、ほとんどこれ聞かねえんじゃないかって気もするんですけども、あの、とはいえ、とはいえ、あの、ちゃんと聞いてるので、今も、 小さくちょっと小さくなってますからね。だからいいんじゃないかと思います。はい、ちょっとこれやりすぎたかな。はい、今日は、えー、デコンボリューションを見ていただきました。どうもありがとうございました。あの他のピークスインサイトの処理で、あの見て、あのこんなこともやってほしいというご希望がありましたら、あの Twitter なり、あのコメント欄内に残していただくと嬉しいです。ありがとうございました。